忘れもさえない日々と眠らない夢。最初から新電力会始まってるわけじゃん。そうで、4時間中じゃん、 4日と6時間に戻って、最初はその過去の映像と思って見てたそのまあ彼女、被害者の女性に死んじゃったんだけど、もうどうしようもないんだけど恋をしちゃってるんだよね。ですよね、うん、あのさ、検視、死体のさ、検証、検視っていうの、あれの時にさ、何、彼女の唇になんかついてる成分をさ、なんかこうやって当てて、それを舐めちゃうんだよね。まあ、それは検査だから仕方ないんだけどさ、普通仕事とはいえさ、あの人なんかすごい躊躇しないんだよね。そうですね。ね。躊躇しないよ、ね。うん。そう、そんでなんか気持ち悪いとか思ったの。だって死体だよ。ほんであと指が切断されてるやつとかさ持ったりとかさしててさ、結構グロかったり。それの後で確実もうフランまでしてないけど水死体、ちょっとむくんでるような美しい女性だけども、だけどフラン死体に口についてるやつをさ関節キスみたいにしてさ、で。気持ち悪いなって思ったんだけど、そこでさ、彼女の名前を呼ぶんだよね。俺ちょっと覚えてないかもしれない。そうそうそう、名前呼ぶの。もう死んでんのに、そう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 。もう起きるんじゃないかぐらい綺麗だからそこか、だから何なのかなって思って、結局、もう仏なわけじゃん。だってそういう毎日死体見てんだよ、ああいう人って。なんだけど、そういう死体、そういう検査の対象じゃなくて、もう死んじゃってるのに関してにもかかわらず個人として見たというシーンだと思うのよ、その人の名前を呼ぶっていうのは。だから普段見てる何百何千のうちの死体ではないんだよね。うん、そんでなんかおかしいな、何名前呼んでんのってとこから、そっからその過去の映像に戻った時に明らかに、あ、惚れてんなみたいなところに、うん、それは感じましたね。でしょ、うん、この人は、うん、死んじゃったんですか。この人死んだね。延々とこうどっかをループしてんじゃないんですか。これはね、それを確かめたかったんですよ。いろんな考えがあるわけ、そこでも言ってるんだけど、これね、アインシュタインとかが入ってくるんだよ、相対性理論っていうね。そっちですか。だからまた何、パラレルワールドっていうものにもつながってくんだけど、そこで述べてるのは、じゃあ過去に戻った時にはその過去に戻るからさ、同一人物が4日前の自分と現在の自分、戻ってった自分が鉢合わせする可能性があるくらい同時に2人いるわけよ。うん、そうなんですよね。でしょ。でそこで説明してるのは、じゃあ過去を変えてしまった時に枝分かれした平行の枝分かれしたものがどうなるんだって言ったら、本来行くべきだった変える前のやつは収束していくというかフェードアウトしていくって言ってんの。なるほど、うん、だけど俺はそうは思わないんだよ。俺はそれパラレルワールドだと思ってて、常に並行してパターンがいろいろ最後までいく。だから僕が何回も見て、うん、あれあれって思って考えちゃうのは、うん、こういうのを見るときに思うのが、うん、昔の自分じゃないですか、うん、もうすっこう来てんのに戻るじゃないですか、うん、で物語はこっちで進みますよね、うん、当然、うん、でこの人が最後、うん、死んじゃうとするんですよ、うん、でもこの人は、うん、生きてってまたここに来たときに戻、うん、こうぐるぐる戻ってその繰り返さないのかなっていう。ね、でもあれ繰り返しそうになってたじゃん、うん、あのやばい、なんか過去と一緒だみたいな。最初に捜査に行った時にさ、クレア・クチーバーっていうさ、クレアさん、この人の家にさ、まあ証拠集めのために行った時にさ、脱脂面に血がついてて、ありました、ありました。でもあれ自分のっていうところに最終的に気がつくじゃん。あと冷蔵庫って、そう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 、お前は、そう、You can save survive とか、お前は彼女を救える、救えるみたいな。その時ピンと来てなかったけど、戻ってたの、あれって、これは自分に向けた自分からのメッセージじゃねえかっていうところ、ですよね、言うじゃん。
でもね、あれね、最終的に思うとね、うまいこと締めたなと思ったのが、なんだ、変える、うん、その未来を変え、あ、過去を変えに来た自分っていうのはさ、車の中で爆破してるから、もう粉々になっちゃってるんだよ、うん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 、だから、どっかのシーンで、何日前のお前の死体とご対面、ね、するかもなみたいなこと言ってたんだけど、それが起こらないんだよね。あ、うん、そう、だからそこで過去が変わったから、その未来の自分は、そのあ過去の自分が死んでしまったから、うん、それがなかったものとして、うん、ずっと、うんうん、知らない間に変えられてっていうところなんだと思うんだよ。あー、なんかちょっともう一回見よう、うん、これもすごいうまくできてたよ。ですよね。で、この、うん、結局、うん、死体からスタートしたのに、うん、最終的に生き返ったこの女の子で、うん、その人の気持ちになってみると思ったら、そうだよね、複雑ですよね。複雑だって知ってるからね、うん、ここの主人公のことは知ったんですよね、うん、そうそうそう、自分を助けてくれたってことも知ったじゃないですか、うん、ちょっともう一回一緒に見てもらっていいですか、うん、いやで、でもね、このね、デンゼル・ワシントンもね、最後のシーンでね、ふと気づくんだよ、うん、まあそんなことはないかで終わるじゃないですか、うん、だからやっぱりそうなんです、自分が過去を変えたかもっていう、なんか潜在的な何かがあったんだよね。ですよね、帰国子女なんで。そうだよね。そのただなんとなく親の都合で南米行って、うんうん、ガテマラだっけ、えガテマラエクアドル、グアテマラじゃなかった、エクアドル、あ、エクアドルだっけ、あ、そっか。で、まあ帰ってきたんですけど、うん、なんかもうバッて勉強しとけばよかったなと思います、向こうの、そのネイティブな感じで。そっか、うん、何年生までいたの。3年生です。3年生、うん、忘れちゃった、すぐ。いや、だ中高校ぐらいまでは、うん、もう英語の勉強なんてしたことないですね。ああ、そっか、もったいないね、それね、やっとけばね、でもやっぱさすがに高校ぐらいになると、うん、知らない単語出てくるじゃないですか、うん、あとその日本のいわゆる文法ってやつも、うん、はってなっちゃって、その自然と身についたもんが、うん、こう SVO とか考えるようになっちゃって、はい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 、あーってなった時に、うん、まあもう勉強やめちゃいましたし、うんうん、ね、だからそれこそ、ね、周りに外国人のさ、うん、友達とかいたら全然今だってね、うん、問題なく、うん、そうなんだ。でもよく海外行くじゃないですか、うん、そういう時やっぱ普通に会話できるんですか、英語。そう、ただね、俺の語学レベルって小学校2年生くらいと思ってる、うん、だから、日常困ることはないけど、うん、寝泊まり、なんか食事とかないんだけど、やっぱりさ、いつも同じスタッフとかね、やっぱ気心知れてくるしさ、余計、あとは、向こうで知り合いやすとかだってロックっていう共通言語というか共通の趣味があるでしょ。そうするとさ、深いところまで話したいじゃん。そうなってくるとね、やっぱね、あ、語学力が足んないって思う。そうですね、単語ですよね、うん、出てこないし。そう、あとはさ、やっぱりね、いろんな国のやつと関わるとやっぱ政治の話とかってなんだよね。でもそれね、やっぱ難しいんだよね、そこまで伝えるな。だからもっと、気心知れてるからずっと一緒にいるわけで、なんか一緒に一つのことをやってるにもかかわらず、わ、もっと喋れたらな、もっと分かり合えんのになって思って、そこはいつもね、ちょっとジレンマですね。そうだな、自分の国っていうのもあんま考えなくなっちゃって、なんかぶっちゃけ言ったら日本でなんて本当に俺人気がないし、でもう地球人って考えようと思ってもともとじゃないですか、あ、宇宙人でしたっけもともと宇宙人だけど、みんなそうだけど、考えがね、うん、考え的に、そう、哲也さんどこ出身ですかみたいな、言っても宇宙みたいな、まあまあ言ってたね、うん、でも本当にそうで、あのね、まあこれが負け惜しみじゃないし諦めてるわけではないんだけど、まあもちろん自分が生まれ育ったところでね、あの評価されたいし受け入れてほしいんだけどね、なんだけど
なんか俺はまあ求められるところに行けばいいかなとか思ってて、たまたま選んで日本に生まれてきたわけでもないしね、だからどこっていうこだわりなくて、で特にそのロックバンド始めた理由だって海外の文化に憧れが強かったから始めたわけだから、だから、自分で選んだ国でもないし、だったら選んでくれる国に行ってもいいんじゃないかなっていう風な考えもあって、最近よく海外には行ってるね。もちろん、だからといってやっぱ生まれた国っていうのはやっぱ強いよ、選んでないとは言え、自分の国っていう愛国心がないわけじゃないから、よ特に海外行くと思う。今までなんかそれこそね、ふざけて宇宙人とか言って、なんか日本ってちょっと俺ダサいなみたいな思ってたんだけど、いろんな国に行くとやっぱ日本かっこいいじゃんとか、日本の文化って素敵だなとか思うし、だから日本人の俺なんかを、呼んでくれる、いろんな国があるんだろうなって、日本の素晴らしさともなんか外に出て初めて知れたりとかして、やっぱり良かったなとは思うんだけどね。タイムマシンがこれからできるのかな、そしたらどうなんだろうね。でもなんかできちゃまずい気がするんですけどね、なんか。そうだね、だからリワインドとか巻き戻しとかできたらさ、俺一生懸命やんないような気もするわけ、人生、キリもないですしね、だってあ間違えた、じゃあ今度こうしよう、ああしようってさ、でやり直しが効かないから、その都度その都度慎重にもなるし、グイッと大胆になる時もあるしっていう風な、もう二度目がないし後戻りも効かないし一度で終わっちゃうからっていう、この儚さじゃないけど、なんとかそれがなんか多分、重要なのかも、人生一度きりということに意味があるということです ね。まあそれでしょう、そう、じゃあ頑張って生きていきましょう。あ、よろしくお願いしますこれからもよろしくお願いします。はい、なんかナチン、今後の予定など伝えることがあります。そうですね、今やってるあの 21g っていうバンドなんですけど、まあ4月かな、5月とかに、ようやくアルバムセカンドアルバム出そうと思って、でそこに向けてと、そっからのちょっとロングツアーを考えていて、それの準備してて、まあもう発表されてるライブとかもあるんですけど、とにかくいろんなことちょこちょこやってるんで、まあホームページを見ていただくのが一番。ドラマも変わったって聞いたから第2章みたいな感じもあるね。まあそうですね、ファーストアルバムとセカンドアルバムは対抗違うんでしょ。そうですね、変わりますし、で絶対だからさっきも、この番組始まる前にちょっと話しましたけど、ストーリーがあるじゃないですか。そうなんだよね、それがなんか例えばこの映画じゃないけど、そのストーリーこう、こうなってこうなって最後こうなるみたいな、そうだね、バンドにはそれをすごい感じるんで。そうだよね、いや思い出は消えないもんね。だからそういった意味では俺はタイムマシーンっていうのはあると思うんだよ。こういう機械を使ったタイムマシーンじゃないけど、匂いだったりだったりとか音だったりで、それはありますね、ふっと戻れるじゃん、戻りますね、それがだからみんな一人一人が備えてるタイムマシーンに近いものなんじゃないかなって感じ。こういう感じまとまったんじゃないですかね。注意ですそう、なんか今回第1回目のゲスト、21g のナッチンさんに来ていただきまして、本当ね第1回目のゲストナッチンでよかったです。いやーとんでもないです、ありがとうございます、なんかこれからもねいろんなゲストの方に来ていただこうと思ってるんですが、何かね次戦他戦問いませんので、なんか映画をテーマにして、雑談でもしたいなっていう人がいましたら、ぜひとも、僕のツイッターでもインスタグラムでもフェイスブックでも何でも、電話でも何でもいいので、連絡くれればと思います、すぐ出れると思いますので楽しいお話をしましょう。それでは、今後ともよろしくお願いいたします。てつやの趣味映画鑑賞でした。それではまた。Tokyo Borderless TV.